早速ですが、エレアコやフルアコなどのホローボディのギターのジャックナットが緩んで困ったことはないでしょうか。ソリッドボディのエレキギターやホローボディでもジャックプレートがある場合は、面倒でもプレートごと外せばナットを締めることができるでしょう。でも、ギターのボディにジャックが直接付いている場合、いくらナットを指で締めても最後まできっちり締めることができません。 その場しのぎで適当に締めたままにしておくとしばらくすればまた緩んでくるのでまた指で締める緩んできたらまた指で締めるを繰り返すことになります指でナットを回したときになぜ最後まできっちり締められないのかというとある程度締めるとジャックも一緒に回ってしまうからなのですジャックが固定されているからナットがきっちり締まるのであってナットと一緒にジャックも回ってしまえばそれ以上ナットが締まるわけがないのです ナットがきっちり締まっていないと、気づかぬうちにナットが外れてジャックがギターのボディの中に落ちてしまうことがあります。ボディ内に落ちたジャックをジャックの穴から引っ張り出してナットを締め直すのは本当に面倒です。また、ナットを回す際にジャックも一緒に回ってしまうと、ジャックに繋がっている配線がねじれてしまいます。どんどん回すと配線もどんどんねじれ、最終的には断線してしまう可能性もあるのです。 そういう意味ではナットを指で回すのは厳禁、絶対にやってはいけないことだと言えるでしょうジャックを指やペンチで押さえた状態でもう片方の手でナットを回せれば良いわけですがこれが至難の技であることは試したことがある人なら分かっているでしょうそこでお金をかけずにナットをきっちり締めることができる道具を DIY してしまおうというのが今回の動画です用意するのは 六角レンチと普通の輪輪ゴゴムムだけです。輪ゴムをレンチの短い方に巻きつけてジャックの穴に差し込み上から少し押してやることでジャックの内側の2箇所にゴムが当たって摩擦でジャックが固定されるという仕組みです実際に使ってみればわかりますがこんな単純な自作の道具で問題なくナットをきっちり締めることができます。今回の動画はこれでで終わりです。 次の動画でお会いできる日を楽しみにしています。